つけることに、そうですね、ね、親父ができなかった、親父ができなかった、ね、行こうか、行きます。ああ、麺は良かった。なんか今悪くなかった、悪くなかったよ。吸盤は向いてましたよ ね、 ね、意外とこのまま飛んでってたけど、吸盤は飛んでましたよね、うん、もうほとんどサイボーグのイカポップをやるため、イカポップをやるためだけにサイボーグ化した親父に感じされたちょっと、お、ちょっと変なことしてみようか。うわー、変なやつ現れた、それルール違反じゃないのか、次世代の投げ方うわぁ、そう、来たか、来たか、これ成功しちゃったらね、やっぱりね、従来の方法で成功してないわけですから、うわ、なんかちょっと違うことを考えないと発想できない、この形は昔の資料からなんかこう壁画から、壁画から実は古代人はこうやってやってたんじゃないのかな、こういう壁画が丸めて丸めて丸めて投げるというこれは見える気がする、これ見える気がする、いくぞ、投げて開いて、開いて、あー見える、あー見える、見える、成功が見えるぞ、これは、いきます、わあ、これがスタンダードになる方向もあるし、うん、これが禁止になるパターンもあるし、うん、あ、あ、ね、バサロね鈴木大地のバサロ、それはどうだろうみたいな、お、しかし長野さんは、おおおアンダースロー、ブラリ戦法で、ブラリ戦法、ええ、それ、ね、投げたらどうなる感じですか、そのそのまま行くんですか、シューで1回転せず一旦ここに当たって、うん、こう軸にしてペタン、うん、ほう、今うまくいかなかったえ、上かな、あ、お、なるほど、放物線を、放物線ね、いや、それで、ね、方眼的やったからな、うまく面になればいけるんですよ、うん、結局面なんですよ ね、うん、いかに面をね、当てるかっていう、うん、イカ9番面を2面ね、イカだけにイカに面イカ行かせていただきます、あーあーすごい、はい、1、あーすごい、はい、1個だけっすね、1個、うわーすごい、1成功法で、成功法で、まあまあスタイルちょっと変えましたけども、うん、すごい、ヨーロッパ企画の暗い旅、我々ヨーロッパ企画が身近な旅に出る実験的ドキュメンタリーバラエティ、ボードゲームをしたり象を頭に乗せたりいろいろやってます、毎週土曜24時30分から。